ちょっとさやか、あんた意識が戻ったって本当なの？久しぶりで会ってるのかな。つい昨日起きたんだよね。本当の本当にさやかなのね。アカウントを乗っ取りとかじゃないのよね。ちゃんと私本人だよ。いやー、病院のベッドで今までぐっすり眠れたみたいでさ、頭はすっきりしてるんだよね。ぐっすりもいいところよ。あんたわかってるの？事故に遭って入院して3年も意識不明で寝てたのよ。みたいだね。こうやって LINE できてるのが本当に奇跡なんだから。本当の本当にわかってる？あんた3年もみんなを心配させてたんだからね。私的には3年前の事故がつい昨日のことみたいで不思議だよ。起きたら事故の翌日じゃなくて3年後なんだもん。まあ確かに、あんたにしてみればタイムスリープしたみたいなもんか。そうなの、もうびっくりだよね。結婚式直前事故にあったかと思えば3年後だよ。リアル浦島太郎だよね。事故のことは覚えてるの？さやか、あんた結婚式の前日に事故にあったんだよ。そこははっきりと覚えてるよ。結婚前、最後のブライダルエステを受けた会議に車に轢かれたんだよね。そうよ。もう結婚式前日に意識不明になるなんて、あんたは全然目覚めないし、式は延期どころか中止になったんだからね。みたいだね。それも両親から聞いたよ。それで婚約者の蒼太くんとは連絡したの？何か話した？それが連絡つかないんだよね。え？この3年の間に連絡先を変えてるみたい。やっぱり3年も寝てたから破局になって当然だよね。まあそれも仕方ないよね。でも元気出して。ソータくんに会いたいなら私が会わせてあげるから。え、本当？ソータの連絡先リナは知ってるの？知ってるも何も同じ家に住んでるもの。ソータくんをさやかに会わせるなんて簡単だよ。え、一緒に住んでる？親友のリナとソータが？あんたが起きたことも今隣で伝えたわ。ソータくんとってもびっくりしてるわよ。しかも今も一緒にいるの？ルームシェアとかそういうこと？実はさやかにもう一つびっくりさせる発表があるんだよね。私あんたの婚約者だったソータくんと結婚したの。え？親友とソータが結婚？私が意識不明で寝てる間に？さやかの事故から1年後に入籍したんだ。今お腹に子供もいるんだよ。いや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 、親友と婚約者が結婚って、しかも妊娠までしてるって嘘でしょ？本当だよ。浦島さやかが寝てる間にいろいろ起きてるのよ。いろいろ起こりすぎでしょうが。こんなの略奪じゃない。ソータは私の婚約者なのよ。ちょっと変なこと言わないでよ。私は略奪なんてそんなひどいことをしていないのに。でもソータは私の婚約者なんだよ。私の婚約者に手を出して結婚したってことは浮気じゃない。それは3年も前の話でしょ。さやかは意識不明の状態が長く続いたの。その間に婚約破棄されても仕方がないと思わない？それはそうかもしれないけど、でも私にとってはまだ結婚式前日みたいなものだし。でも世間じゃもう3年も経ってるのよ。あんたが事故に遭って悲しんでる彼を支えていたのはこの私。その後彼が私のことを好きになっても仕方がなくない？それじゃ私が寝てた間に2人は付き合い出したってことなの？まあそうなるかな。いつのところ私はずっとソータくんのことを狙ってたんだけどね。え？今だから言えるけど、ずっと彼のこといいなと思ってたのよ。だからあんたが事故で意識不明になった時は嬉しかったな。だってあんたから正々堂々と奪えるチャンスなんだもん。奪えるチャンスって？結婚式前だったけど入籍すらしていなかったでしょ。だから私がその後結婚しようが全部セーフじゃん。あんたはグースコ寝てるから奪っても浮気にはならないし、体を張って私たちのことを結んでくれてありがとね。は？何をその言い方は。それが事故にあって3年も意識不明だった友達に言う言葉なわけ？でも全部事実だし。は？普通に略奪したら婚約破棄で慰謝料ものだけど、あんたが事故にあったおかげで何の責任も取らずに彼と結婚できちゃった。本当に3年間もぐっすり眠ってくれてありがとね。ひどい。そんな風にずっと思ってたんだね。3年も意識不明で起きたところ悪いけど、彼のこと諦めてもらうわよ。寝てる間に私はあんたの婚約者と入籍しちゃったの。わかった。もう彼のことは諦める。でもね、私、事故直前にあんたたちの浮気現場見てたし、全部覚えてるから。え？私が事故後に付き合ってたからセーフですって？私が寝てたから入籍してもセーフですって？何言ってるのよ。私は全部知ってるんだからね。何よ、知ってるって何を知ってるのよ。何言って、事故直前の記憶だよ。エステ帰りにあんたたちが腕を組んで歩いてるところをはっきり見てるの。え？なんなら研ぎ溜めてた浮気証拠写真、隠してる場所を覚えてるよ。退院したら証拠持って二人に会いに行ってあげるから。取り溜めてた？私たちのこといつから知ってたの？
結婚式の3ヶ月くらい前からかな。今更結婚式中止にもできないし、証拠だけ集めて目をつむるか悩んでたんだよね。でも私が寝てる間に略奪婚までしてるし、もう悩む必要なんてないよね。待ってよ、一体何するつもりよ。そんなの慰謝料請求に決まってるじゃない。え、何が私が事故後に付き合ったよ。その前から堂々と私の婚約者と浮気してたくせに。あ、いや、それは違うのよ。浮気っていうか結婚前の人遊びっていうか、ちゃんと結婚式後に別れるつもりだったのよ。それでその結婚式は行われなかったから、ずるずる付き合ってついには結婚もしちゃったって？あんた、こんな結婚生まれてくる子供に言えるわけ？うん。婚約期間中の浮気は慰謝料請求できるんだからね。3年越しの恨み、覚悟しておきなさい。嘘でしょ？それじゃあ私たち本当に慰謝料請求されちゃうの？残念ね。全部立派な現実よ。結婚式キャンセル費用は全部私の両親に払わせたみたいだね。それは事故にあった最後のせいで中止になったわけだし、あんたの親が支払って責任取るのが普通じゃない。私の事故だけがキャンセルの理由ならね。でもあんたたちの浮気が理由なんだから払ってもらうわよ。慰謝料にはそれも込みで請求するから、数百万は覚悟しておきなさい。そんなに？ちょっとさやかやめてよ。私たちもう結婚もして子供もいるの。今更請求とか本当にやめて。あんたにとっては今更でも私にとってはまだ結婚式直前なの。結婚式直前に浮気証拠を叩きつけて慰謝料請求、何もおかしい話じゃないよね。でも浮気には3年の時効があるじゃない。こんな請求は無効だわ。かもしれないし、私の事情を加味してそうじゃないかもしれない。文句があるならお互いに弁護士立てようよ。弁護士ってそんな大事にしなくても。そうなったら私は持ってる証拠全部出すから、仮に慰謝料請求が認められなくても、あんたたちが婚約期間中に浮気してたことは周りの人全員に知られるよ。それはダメ。そんなこと知られたら友達全員亡くなるじゃない。じゃあ弁護士はやめて3人の話し合いで解決かな。私は慰謝料一括支払いでしか話し合いに応じるつもりはないからね。それじゃあね。慰謝料一括支払いありがとね。まさかこんなに素直に応じてくれるとは思わなかったよ。うるさい。悪いけど金の切れ目、縁の切れ目。慰謝料も支払ったんだし、これであんたと縁を切るつもりだから。ね？私と絶交するってこと？親友なのに。何が親友よ。3年も前の婚約破棄の慰謝料を請求してきやがって。いい？もう私にとってあんたは親友でも何でもないから。そうだね。私も婚約者を奪うような友達は親友じゃないわ。はっ、あんたが意識不明の間に結婚して何が悪いのよ。もうあんたの婚約者は私の旦那なんだから諦めな。慰謝料払ってあげたんだからもう二度と関わらないでよね。次は利子付きの借金の返済よ。え？残念って本当にいろんなことが変わるよね。確かに私の婚約者だったソータはもうリナの旦那だよ。でも私からお金を借りた債務者であることは変わりないからね。債務者？え、ソータくん、あんたからお金を借りてたの？うん。総額500万ほどね。500万も？今はどうなったか知らないけどね。3年前のソータは借金があったんだよ。確かギャンブルとか奨学金返済の借金かな。え？それで結婚前に返済しないと入籍はできないとか言い出してさ、私が借金返済を立て替えてあげたんだよね。ちょっと待ってよ。私そんなことソータくんから聞いてないし。じゃあ今夜にでも早速聞けば？結婚して夫婦なんだし、いつでも聞けるでしょ？どうして返済期間に一切返してないんだってね。え？返済期間なんてあったの？貸すのは大金だし、なあなあにしたくないからね。3年あれば返せるって言うからそれを期限にしたの。3年過ぎたら無利子から利子 20% に切り替えるって条件でね。なんですって？返済は私の口座に定期的に振り込むように約束してあったんだ。確認したら1円も振り込まれていなかったよ。もし私がこのまま意識が戻らなかったら踏み倒すつもりだったのかな。待って、貸した金額が500万で利子が 20% ってことは総額600万の返済だね。600万？嘘でしょ？つい昨日慰謝料で数百万払ったのよ。それが次は600万って。いやー、寝てるだけでお金が増えるなんてすごいな。これが投資ってことなのかな。ふざけないで。悪いけど600万なんて払う余裕はないわ。慰謝料も払ったんだし返済するつもりはないからね。堂々と踏み倒すんだ。何が踏み倒しよ。どうせ口約束かなんかでしょ。ソータくんがあんたから500万も借りたって証拠はあるわけ？3年も前の証拠なんてどこにもあるわけないよね。あるよ。え？浮気証拠と一緒に
借金の誓約書も実家に保管してるの。もちろん保管場所もはっきり覚えてるわ。私にはまるで昨日のことのようにね。慰謝料の次は借金600万きっちり払ってもらうからね。そしたらもう二度とあんたたちの前には現れないよ。どうぞ素敵なご家庭を築いてね。リナに問い詰められたソータは借金を正直に認め、親や友達からかき集めて600万を私に返済してくれました。今日までの二人は事故から目覚めない死因を心配し続ける悲劇の夫婦っぷりを周りに見せつけていたようで、実際は略奪婚で借金すら踏み倒そうとしていたことがバレ、全員から白い目を向けられているそうです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。